はい、ということで実況のパート2を始めていきたいと思います。ん？ワーカーズファイヤー、ワンチャイじゃなくなってんな、場所が。まあいいか。で前回、アームレスリングに、勝利してアミーグ野郎をセニョーラしまして、その後なんか俺のなんだろう幼き日の俺を金髪巨乳ギャル好きにした罪深き女ジョイが登場したところで終わりましたねじゃあその続きやっていきたいと思います。まあ、僕はほんまにジョイとワンチャイでワンチャンエンジョイしたいんです。すいません。なんだい？ワンチャイ。あっちだ、キングスロードを。キングスロード、ちょっといいか。お兄ちゃんが。キングスロードはクイーンズストリート。そうかややこしいな。ガキが店前やってんのかよ。ちょっといいかな。いらっしゃい。キングスロード。なん？キングスロード、突き当たりに地図がある。そうか。え、ガキばっかやん。どうしたっこ。なんとかガキいっぱいいんの。お兄ちゃんが。キングスロードは僕連れてついてきて。ああ。おまじか。いやなんか、え痴漢になっちゃったよ。まあ、ガキは放置しよう。なんか、鳩に餌やるジジイの、ジジイを左に曲がるとか言ってたよな。お前か、鳩に餌やるジジイは。ジジイじゃねえ。ちょっといいかな。え？どうにも無な。え？近い将来。何のことだ。まあ、深く考えんな。何のことだとか言って。ちょっといいかな。お兄ちゃん、何？お兄ちゃん、何？キングスロードはどっち？一緒に行こう、ついてきてね。ああ、一緒に行きたいところだけど、一緒に行ったらストーカーって思われるんで、お兄ちゃんはやめておきますこれなんか謎になんかさ、新しいシステム増えたよね。人についてくっていう。ちょっといいかな。なーに？キングスロー。一緒に。お前もかーい。いかねえわ。一緒に行こうってやつ多すぎやろ。いかねえよ。なんでガキのおもりせなあかんのや。すいません。なんでしょう。キングスロード。そういえば、ついてきてください。いかねえ。だから行かないってなんか、やめて。一緒に行く気ねえから。ついてきてくださいじゃねえよ。ちょっといいか。なーに？キングスロー一緒に行く、ついてきてああ一緒に行こうって言って一緒に行かないスタイルね。ちょっといい。お兄ちゃんのキングスクイーンズ。そうか。トマトなんかどう。キングスロー、キングスロー、クイーンズ。そう、ここからは突き当たり、ハトの餌。わかりました。ハトの餌、あそこにジジイがいるんだな。てめえか、鳩に餌やるジジイは。すいません。グー。すいません、ちょっと。はいはい、鳩の餌ね。いえ、キングスロードはあっちじゃあっちじゃ、そっけない。そしてまた寝るっていうね。とりあえずマップ買っておくか。だからマップを見つけたら全部買っといた方がいいような気がする。地図を売ってるな。この先の地図か。後で使えるな。クイーンズストリート。まあ、香港って確か元々あれだよね、英国領だったよね。まあ、元々っていうかイギリスの確か植民地だったよね。すいません。はい。キングスロー道なりに。そうですか。かわいい。なんか普通の街の人が結構かわいいね、住人が。すいません。あよ。キングスロー出て左だよ。そうですか。なんでイオだけカタカナなんだ。ちょっといいかな。なに？キングスこっちや、ついてきて。ああ、おすげえ、勝手にこれ自動的についてくんや。
おお、そういう感じか。へえ、まあいいや。ん、ストーリーかな。助けてお兄ちゃん、怖いよ、殺されちゃうよ。ガキ登場。何もしてないよ。なんか持ってるし。怪我したくなかったらおとなしくガキを渡しな。どうするつもりだ。てめえには関係ねえよ。そうはいくか。死にてえらしいぞ。こんなところで死ぬつもりはない。かっこいい。うん、今だ。ずらかれ。はい、グルでしたと。はい、ガキもグルでしたと。待て。お、QT かもしかしてこれ。くそ。いや、来なかったな。バッグの中には包丁が。はい、荷物パクられるというね、旅人の洗礼を浴びましたね、住人からの。借りねえから地図買えねえじゃん。この先の地図か。これは持ってる。あ、持ってんのか。すいません、さっき。それはこの辺りに。さあ。そうですか。さあってどこに行くのかな。こっちかな。クイーンズストリートかな。こう初日さ、寝床が決まってない状態でさ、例えばさ夜のさ、まあ、10時とか12時とかだったらどうなんだろうね。そのまま住むのかな、寝床が確定するまで。すいません、何か。さっき。おいよ、この辺りに。え、お、ストーリーか。あの、すいません、ちょっと聞きたいことがあるんですが。兄貴、ガキが何か言ってるぜ。見ねえ顔だな。バッグを盗まれたんです。バッグだ、知らねえな。4人組で1人は子供だったんです。なんかポルナレフみたいな髪型してるな、こいつ。知らねえって言ってんだろ、他で聞きな。待てよ、人に物聞いてタダで済むと思ってんのか。せっかくうめえ酒飲んでるところ邪魔されたんだよ。まさかこのまま帰る気じゃねえだろうな。つけられました。これ戦うのか、 QT か、それとも。兄貴の言う通りだ。それなりの礼ってもんがあんだろ。礼？金だよ、金。断る。なら、てめえにアバディーンの礼儀を教えてやるぜ。アバディーン、なんじゃアバディーンって。お、QT かな。おお、ジョイ登場。やめときな。ジョイ、今日は顔立てといてやるぜ。何遊んでんだよ、あんた。遊んでんじゃない。トラガラのブラジャー。そんなことじゃないかと思ったよ。何？どんなすごいやつに盗まれたんだい？4人組で、1人は子供だ。子供？ああ、ウォンにやられたんだね。これジョイの声優者誰なんだろうな。ウォンなら宮廷公園で見かけたよ。向こうさ。宮廷公園。わかった。怖いもん知らずだね、まったく。宮廷公園はこっちかな。ちゃうわ。ん？これは戻っていったのかな。ん？どこだこれ。なんか変なところに来ちゃった。
すいません。うん？宮廷こ案内してやる。ついてきな。よし、これついていった方が早いな。ん？もしかしてここ、あ、ここじゃねえか。すぐここやないか、宮廷公園。案内してもらうまでもねえ。てか、さっきのとこやんけ。ここが宮廷公園だな。天気悪っ！何やこの、ゼルダのさ、なんかガノンドルフに支配された後の世界みたいな。ガノンドルフに、ハイラルだっけ？ハイラルを支配された後の世界みたいな。闇落ちしたハイラルやん、これ。さあ、どこにいるんだ。あ、いた、クソガキ。なんか北斗の剣に出てきそうなクソガキね。あいつだ。さあ、QT かな今度は。なんかこのガキのなんか声聞いたことある気がすんな、声優の人。何すんだこの野郎。まったく。仲間しいぞ。ほら、ウォン。あー、お姉さんごめんなさい。すいません、訳は後で。訳は後で。待て。待て。いや、ほんま唐突やな、キューティー。やばい。待て。おお。はは、落っこちた。いやいや、け。サムラリー、クールジェイ。クールジェイって何？このデブなんだよ。お、これはストリートバトルか？バッグを返してもらおう。諦めな！そんなにバッグが大事かよ！いやいや、あ、やっぱシェンム2からあれですね、敵のライフが出てますね。おお、なんか戦い中になんか習得したぞ。ちょ、アングルがなんかすげえ見にくいんですけど。お、ちゃんとトルネードキック使えるんだ。あのデブは何やねん。デブは戦いよ。デブ戦わないんかよ。デブ、デブは何？ BGM 係。こいつ BGM 係だろ、デブ。なんかラジカセか担いでるあたり時代を感じるよね。苦しい、苦しい。悪かったよ。俺がバッグのあるところに連れて行くから。本当だな、本当だな。こっちだよ。ついてきて、こっち。これキャンセルできんのかな。え、これキャンセルしたらちょっとやべえだろ。あ、マジでキャンセルできた。キャンセルちょっとまずいな。ついていこう。おい、何？もう逃げるなよ。分かってるよ。ウォン、結構なんか中国人っぽい名前だよね、ウォンって。そういえばなんですけど、葉月亮君、主人公の亮君の声優の人は松風雅也さんっていう人なんですけど、松風雅也さん、あれですね、最近ガンダムの鉄血のオルフェンズのガエリオ役の声優やつなんですね。ガエリオっつったら、最近ね、じゃあエクバ2で、解禁された新機体のキマレスビダールかのパイロットですよね。最近それでひらめきましたね。あ、これシェンムーのリホックの声優の人なんだって、ちょっと驚きましたね。結構最近の話なんですけど。
開放運輸。え、どこ？まずはここだよ。さあ、ちゃんと宝器は残っているんだろうか。ほらよ。くそ、金だけ抜き取ったな。マザイ？俺じゃないよ。本当だよ。奴らのところへ案内しろ。金はラリーたちが博打で。早っ。本当だよ。今に使っちゃったんだよ。あっという間って。ごめんなさい。何でもするから勘弁してよ。何でもするんだな。うん。ここに行きたいんだ。俺、ワンチャイのことはあんまり知らないんだ。そうだ。最賃街にある蓬莱旅社の親父に聞いてみなよ。蓬莱旅社の親父？旅行会社の人かな。あの親父は物知りだからきっと知ってるはずさ。地図を書いてあげるよ。なんか書くもんある？これに書いてくれ。こう曲がって、え、所持金全部それでわかると思うけど、ね、なくなったんかな。そうか、ワンチャイはキングスロードを渡った先だから。じゃあ俺はこれで。おん、まずは蓬莱旅社に行ってみるか。蓬莱旅社に行けばいいのかな。これ仮がさ、仮に戻ってこないんだとしたらさ、これシェンムー1で俺がすげえ頑張ってしこたまフォークリスト頑張ってさ稼いで意味なくね。あの時汗水流してひたすら単調なフォークリフトの作業芸を繰り返した意味はあったのだろうか。よ、お兄ちゃん。お、なんだなんだ。ちょっと遊んでいかねえか。博打か？腕相撲か？今はやめとく。なんだ、まあいいや。ああ、何やってんだろう。まあシェンムー2はシェンムー1よりから、さらにボリュームが増えてるんで、なんかいろいろなんだろう、サブイベントもとか、まあそれこそミニゲームとかもかなり豊富になってるみたいですね。まあどんな感じに、まあ進化してるのかは、まあそのうちこれから明らかになっていくでしょうという感じで、今回はまあちょっとまだ序盤なんでね、区切りのタイミングがね、見失い安いんで、ちょっと早めに区切っておきたいと思います。まだね、寝床を確定してからね、区切るタイミングをね掴もうと考えてるんで、とりあえずまだ寝床確保してないんで早いタイミングで、区切っておこうかなと思いますね。とりあえず今回は、あれだな、クソガキが出てきたと。今回はクソガキが出てきましたっていう回でしたね。あと火力バトルもやりましたねという感じで、まあ、次回も多分どんどん新しいシステムが分かっていくでしょうという感じで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。